もこんにちは、ククスケです。猫侍続きやっていきます。楽しいですね。時間忘れちゃいますね、このゲームは。まずはね、今回剣のね稽古をしていた2人の姉妹のところ、兄弟のところに行こうと思います。光明長屋、裏長屋とは違い、2階建てのやや立派な造りとなっている。長屋の裏路地に人間の姿は見当たらない。そっか、まあ3時ですからね。うん、向かいましょう。あ、ちょうどいい時間なんじゃない、これ。こっちじゃないよ。うん、ここの裏。うん、はい。波の音が聞こえてくる。あ、キュウハチがいる。話しかけよう。これはジュウベイ先生、どうでしょう、お二人の調子は。そうだな、立ち筋はいくらかマシになってきているが、一回も教えてないよ。お願いします、何としてもお二人にお父上の敵を打たせて差し上げてください。まあ約束したからにはね、相打ちどころか勝てるといいですね。うん、はい。お、いるじゃん、鹿之助。あ、鹿之助、あー、それぞれ稽古を見よう。先に支度をしろ。え、それでは稽古をつけてやる、早くしろ。あ、はい。あ、嬉しそう、よかった、お願いします。もういい兄弟ですね。あ、これミニゲーム来ます、ひょっとして。ちょっと待ってね、頑張ろう。うん、敵討ち して兄弟を育てて敵討ちを成功させろ。方向キー左右で左右移動、丸ボタンで攻撃、×ボタンで威嚇。威嚇なんだろう、読めないな。稽古をする。わかった、まあやってみましょう。いざ勝負。うん、おお、お、あー、そういうこと。で、罰が、あ、こうか、なるほど。あ、避けられちゃった。あ、よし、いいぞ。あ、そっちに当たった。お、よし、いいぞ。お、いいぞ。よし、当たった、いいぞ。はい、鹿之助当たってないな、全然。あー、全然当たんない。よいしょ、いいぞ。もう威嚇しなくていいな、これ。よし、え、鹿之助すごいじゃん。え、あ、片方だけでも倒すぞ、私は。うん、えい、あ、いた。あ、それとも食らってあげた方がいいのかな。あ、倒しちゃった。いいのかな。あー、なんか当たらないんですよね、鹿之助。ちゃんと真正面から行かなきゃね。えい、あとちょっとで終わるぞ。ここ、ここ、いった。よし、当たった、倒したぞ。勝負あり。うん、初段でしたね。ふぅ、もう一度。今日は、あ、完璧、あ、ごめん、疲れちゃった。じゃあやめとこうか。いつまで休んでいる、もうスパルタ続けるぞ。は、はい、お願いします。おー、頑張り屋さんだな。こんな子たちには命かけないでほしいけど。いざ勝負。勝負、これ強くなっていくのかな、あっちも。ん、こんな、よし。お、来るか、来るか、来るか、いいぞ。あ、強くなってる、体力部屋も減らなくなった。お、お、いい、いい剣だ、いい剣さばき。あ、痛い。お、強くなったね、二人とも。いいぞ、いいぞ、この調子で倒しちゃえ。でも敵討ちね、命取らなくても
降参させたらいいと思うんですけどね、私としては。あ、でも実際に親がやられたとなると、そんな気持ちにはなれないのかね。ほ、よし、いいぞ。今日は鹿之助、今回は鹿之助が先に。ほ、あ、よし、いいぞ。あ、そっちに当たっちゃった。よし、いいぞ。まだ行くぞ。よし、来い。うん、最後の一発が当たらない。よし、勝負あり。うん、初段になりましたね。もうやめようか。さすがに疲れてたからね。今日はここまでだな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、鹿之助。俺に気がついた鹿之助が駆け寄ってきた。十兵衛先生、稽古をつけに来てくれたのですか。うん、もう終わったよあ、よろしくお願いします。いい子だ。俺の姿を見つけた五条が駆け寄ってきた絶対見方違うな。先生、早く稽古をお願いします。私たちにはあまり時間がないのです。そっか、3ヶ月って言ってたな。もうちょっとやるか。うん、もうちょっとやろう。今日は徹底的にこの2人を鍛える。はい、お願いします。どうやったらいいんでしょうね。ちょっとぐらい攻撃食らった方がいいのかな。よし、いいぞ。来い来い、来るなら来い。今回威嚇はせんぞずるいぞ、なんか。おお、あ、これすごい鍛えられてる感しない。おお、あ、食らった。ねー、やるじゃないか、後藤お、あ、あー、やっぱ食らった方がいいのか。来い来い、来るなら来い。よいしょ、いいぞ。来るなら来い。よし、いいぞ。鬼団になりました。そっか、倒すだけじゃいけないな、これは。避けても鍛えられるかな。あらら来るなら来い。なんか柴犬みたいで可愛いな鹿之助、猫なんですけどね。後藤ちゃんは狐みたい、猫じゃないな。お、いいぞ。あ、食らった。ねえ、この、あ、時間がもうこんな時間だ。おしまい。勝負あり。2段になりました。もっかい、もっかいだ、スパルタ特訓。はあはあ言ってるんじゃないぞね。仇を討つためだからね、これくらい頑張らなきゃね。何段まであるんだろうな。私こういうの詳しくないんですよね。段数。来い。攻撃するだけでも、お、いいぞ、やるじゃないか。段上がるかな、どうなんでしょうね。相打ちにした方がいいのか、自分が一方的に食らった方がいいのか。来い来い。お、いいぞ。まだまだだな。これ攻撃して相手上がったことありませんからね、段が。はい、おいしょ、来るなら来い。いやー、それで上手くなったとは言えんぞ。もっと来い。よし、いいぞ。いい剣さばきだ思ってみればすごい本当の剣持ってるじゃないですか。やるな、木刀とかじゃないんですね。で、十兵衛が持ってるのはなんだ、木の枝かな。
来い来い、来るなら来い、二人とも攻撃して来い。よし、いいぞ、やるな。まだまだだな。来い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 。勝負ありです。2段になりました。あと1段、あと1段頑張りたい。あ、今日はここまでだな。うん、やっぱ昼の間じゃないとできないんですね。19時、ありがとうございました。自分の体力大丈夫かな。そこ何にも考えてなかったけど、あ、大丈夫ですね。だって寝てきましたからね。ここはいいでしょ。ここ何かいない？うん、あー、それだけですね。どうしよっかな。4時、あ、釣り場。この時間釣り場ならいてもおかしくないよ。人の気配は全く感じられないか。学校の釣り場だ。うん、釣りできるってわけじゃないんですね。25日か、早いな、時が経つのは。上信寺、サウナガヤ、どこ行こっかな。住坪宅、住坪宅の人会ったことあるっけ。あ、ここが屋根裏のとこか。大工長大寺の長屋の屋根裏だ。天井の板の隙間から下の様子が見える。あー、それだけ。下の様子見ようよ。ここは淡島屋でしょ。仁右衛門に話しかけてみようかな。どうしてるかな。はい、話そう。初見をしている。おお、十兵衛、江戸には慣れたか。もう1ヶ月ぐらい経ちますからね。それなりにな。気が向いたらいろいろなところを覗いてみるといいぞ。覗いてるよ。この町には面白い場所がたくさんあるからの。いろいろ遊んでるよ、今のところ。22時、どうしよっかな。あ、診療所、もう遅いかな。休館のためらしいですね。すいません、ちょっと読み飛ばしましたね。もう3時。ここら辺に行こうかな。湿地で一面に雑草が生えており、人間の姿も見当たらない。ところどころにたくさんの白い石材が積み上げられている。あたり伺ってみようか。またこの気配、猫股のようだが。またか。やっぱそうですよね。なんだ、江戸に住み慣れぬお主のために謎の猫股参上。おい。なんじゃ、前、仁右衛門だろう。誰のことかな。これ前と一緒かな。生活の仕方について、まあ一緒でしょうね。いろんなところ、これは OK です。ただし自分の体力には注意。あれかもしれない。面倒を恐れてはいかん。そう、人間を観察するのは楽しい。忘れておった。知り合って終わりにしてはいかん。はい、あ、そうそう、同じ日に何度も話をする必要はない。まあ同じ場所に何度もいることで何か変化があることはありますよね。同じ人と話す必要はないってだけでね。あのおじいちゃん話せないかな。はい、八幡宮地内。いつにも増してにぎわっているな。相変わらず人間が多い。天気が良いためだろう。遊びに出てきた猫股たちの姿も多かった。あの男、お、なんだい。雑踏の中、妙な目つきをした猫股の男がいる。それはまるで獲物を物色しているかのような目だ。泥棒猫か。俺はその男の動きを注視する。やがて雑踏の中で男は老いた猫股とぶつかった。おっと、あ、これ老猫だった。おー、ごめんよ、こ
あの猫見覚えあるぞ。ただのモブですね。やったな。あの男、やっぱスリだ。やはりスリだ。あの老人、すられたことに気づいているのか？声かけるか。俺は老猫股に声をかけた。あの人はモブだからね、適当にやっていいと思います、ご老人。へい、何でしょう。懐を改めてみろ。抜かれていないか？そのようでございますね。あ、気づいてたんだ。ご親切にどうも。老人は笑顔で俺にペコリと頭を下げると、ざっとの中に消えていった。なんか変なものを入れてるのかな、財布に。あの老人、あまり驚いていないような口調だったな。わざとすらせた？俺はざっとの中を再び歩き出した。社殿の前を抜けて、境内から表参道へと向かう。と、その時、俺の前に奇妙な光景が現れた。すぐ目の前を先ほどのスリが歩いていく。そのすぐ後ろを財布をすられた老猫股がつけているのだ。妙だな。つけるか。面白い。つけてみるか。お、10米の面白いは珍しいですよ。俺はそっと2人の後を追う。やがて人気のない場所まで来ると、老猫股が何やらスリに声をかけているのが見えた。一体何をするつもりだ。二人の会話に耳を傾ける。年寄りから満足にすれんとは大した腕だの。うるせえ、お前がやったって証拠があんのかよ。若いの、往生際が悪いぞ。うわ。次の瞬間、老人は体を入れ替えてスリの右腕をひねり上げていた。あ、諦めるんだな。老人は軽くひねり上げると、スリの腕は力なくぶら下がった。うぎゃー、腕が、俺の腕が、腕一本なら安いもんだろう。折った？それじゃあ金入れは返してもらうぞ。老猫股は痛みで地面を転げ回るスリを尻目に立ち去ろうとしている。こいつただ者ではない。む、不意に老人はこちらを振り返った。老猫股の視線はまっすぐ俺に向けられている。どういう視線？老猫股は深々と頭を下げると足早に去っていった。油断ならぬやつ。どう思われたんだろうな。親切な人と思われたのか、なんか敵対心持たれた。老猫股が雑踏に消えていくのを見届けて八幡宮を後にした。へー、あれは気になりますね、あの人。どうしよっかな、そろそろ稽古つけるか。2回ぐらいね。あ、しまった、そんなに体力ないから。あ、もういないかな、この時間。さっきならギリギリ間に合った気がしたのにな。あ、ですよね。じゃあ寝ちゃおうか。3ヶ月っていう期限があるのがこの2人のイベントだけなんでね、ちょっとこの2人とのイベントは早めにね、ちょこちょこ行ってあげたいと思います。ちょっとミニゲームはね、なんかのっぺりとした感じになっちゃうかもしれないけど、やっちゃうよね。しょっちゅうやっちゃうよね、これ。現室がいるから見よっかな。だけど現室のお話が聞こえてくる。またやってるね。いやー、よくそんなガラス持ってるよね。たくこのバカ息子がまた酔っ払って、あ、これはこの前と一緒ですね。うへぇ。想像しいね。自宅に戻りましょう。物置だ。おきさがいるぞ。寝てる？また。お、ジュベいる？俺の住処、長屋の物置にキサが入ってきた。何の用だ？はい、これ、あ、ひづきの煮付け。あ、汁かけ飯の入った茶碗だった。猫まんまだった。お腹空いてるんじゃないかと思って用意しておいたの。よかったら食べてね。
ありがとう。キサは俺の横に茶碗を置くと忙しそうに出て行った。やれやれ、人間に飯をもらおうとはな。よかったじゃん、もう一回見てみよう。チュベいる？一緒じゃない？二杯目おかわりですね。ありがとうね、キサちゃん、優しいな。うん、寝てセーブして終わりましょう。あ、動画終わりませんよ。寝てセーブして、で、ゴロなんだっけ、ゴロウザだっけな。うん、こっちにしましょう、たまにはね。うん、うずき27日か。うん、だらけ切った格好でゴロゴロか。何を見ているんだ？お、さっき、これは前見たやつですね。あ、ゴロウザがさ、ひょっとしたらすごい道場の人なんじゃない？ひょっとしたら。タケを見ましょう。タケが背中を丸めて歩いている。やれやれ、もう4月だってのに肌寒いね。もう季節イベントですね。早く暖かくなってもらいたいよ。これじゃあ表に出るのも億劫だよ。うん、17時か。もう間に合わないかもな。あ、間に合いませんね。次の日になったらあの2人の稽古をつけに行きましょう。どこ行こうかな。飲み屋なら空いてるかな。ヒゲ屋、ヒゲ屋どこだっけ。ここ宝禅寺。ヒゲ屋だよ、私が行きたいのは。あれ、ヒゲ屋ここら辺だったはずなんだけど。木材置き場、あれ。いやー、覚えられない。あ、ここら辺だった。とりあえず橋を渡ってすぐのとこなんですよ。こっちの鳩か、はい、橋か。稲荷屋、今川町、あ、町、今川町の、あ、これ汚いところか。うん、はい。ここは何かいるかもしれませんね。うん、さあ、長屋、うん、まあ行こっか。うん、時間があっという間に経っちゃって、なかなかうまくいきませんね。はい、ここに行って稽古をつけよう。うん、18がいるな。まあいいでしょう、裏に移動します。はい、いるね。稽古を見るよ。話してみよっか。先生、先生の刀見せてもらえますか。それはできん。そうですか。段が上がると会話が変わったりするのかな。うん、先生どうした。私たち勝てるでしょうか。お前たち次第だ。そうですね。よし、そのために稽古するぞ。頑張るぞ、支度をしろ。え、それでは稽古をつけてやる。よーし、やるぞ。どんどんね、攻撃してきていいからね。いざ勝負、受けてあげよう。はい、いいよ、いいぞ。はい、いくぞ。防御力を上げろ。お、いいぞ。いやー、どんどん攻撃しておいで。お、いいぞ。あ、いいぞはこっちだったな、さっきの。よしよしよし。お、来るねー、今日ねー、ゴトちゃん来るねー、ゴトちゃん。お、おー、大丈夫か、ゴトちゃん。いや、攻撃もするけどね、防御も重要だよ。いいねー、鹿の捨て。はい、来い。よし、いいぞー、受けてやるぞ。ほい、よし、よし、ほい、いいよ。あー、いかんな。よし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 、いいぞー、鹿之助。残りは鹿之助一人だ。ほい、あー、倒しちゃった。体力減るからね、ほどほどにね、防御したいんですよね。もう一度しますが、
一旦録画を止めますね。それではご視聴ありがとうございました。次回もぜひ見てくださいね。